チャ,チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録よろしくね二年後松本清張原作の砂の器が映画公開五十周年を迎えますそこで松本清張先生の大ファンであるちいさんが皆さんを砂の器ワールドへ誘います 今回ちいさんが気になっているのは映画砂の器で今西刑事役の丹波哲郎さんがこちらの新宿駅から乗ったキスキ線の電車のようです。あー、可愛い,いな。キハ5に赤とクリームのツートンカラー。<laughs> うっとりねえねえ。ちいさん知ってる？わ。びっくりした。人がうっとりしているところに何な,なの？ それキハゴーさんなんだよ。ネットでは映画で走っていた電車はキハゴーニってささやかれてるんだけど実際はゴーさん。えっゴにじゃないのねえどういうえー。ということで今回は電車キハゴーとゴーさんについて調査したいと思います。さっきから。 っって言って言るけど、電車に詳しくない人からするとまず「キハ」って何だよねなので「キハ」という言葉について先に説明するねキハは起動車の普通車って意味なんだキハの木は起動車の木で歯は普通車の歯なんだよん普通車なら「フ」じゃないのって普通は思うよねなんで ふじゃなくはなのか。国鉄時代の車両は3等級制で、最もいいクラスが1等車、次にいいクラスが2等車、最下級が3等車となっていたんだって。この時使っていた記号が、1等車がい、2等車がろ、3等車がは。現代で言うと、グリーン車が2等車扱いで、ろなんだよ。 さて、今回のメインテーマ、映画砂の器に映っていた電車が、キハ53なのか、52なのかの調査結果報告だよ。まず、53と52は見た目が同じなの。ただ、一箇所見分ける方法があるの。それは、扉が片開きか両開きか。そう、たったこれだけなの見分け方。片開きがキハ52で、 両開きは、キハゴさん。今回動画を作るにあたり協力してくださった、元国鉄勤務の方に、映画砂の器を見てもらったら、見た瞬間に、キハゴさんって。わかる人には、すぐわかるような特徴なんだね。キハゴさんは、6と7があったそうで、さすがに全く同じものなので、映画に映っている電車は、 なななのか7なののかかかまではわらないとのこと。この6と7って数字実は1から49までは積んでいるエンジンが1つで50以上はエンジン2つ積んでいる電車って意味なんだってこういうのがわかると電車の正式名称に対して見る目が変わるよねキハゴーさんは 昭和42年10月から使用が開始されたの。新寺駅からビンゴー駅間を走っていたんだよ。ただ、キハ53の6は、出雲坂根駅から三野原駅間で、脱線転落事故を起こし、廃車となったんだって。事故の原因は、雨と雪解け水で線路が宙づりになっていたところに、キハ53の6が侵入してしまったみたい。 ただ、この事故で乗客乗員は軽い怪我の方のみで、幸い大きな怪我の方がいなくてよかった。映画の車種と勘違いされたキハ52-138は、その後キハ52-651に改造され、キハユニとして使用されていたんだって。さて、ここで問題。キハユニは何の略でしょうチック。 はい、そこまで。キハはさっき説明したよね。キは起動車、ハは普通車、ユは郵便車で、ニは荷物車。だからキハユには郵便や荷物を運ぶのに使用されていたんだって。当たった人いるかなこれからも 砂の器にちなんだ鉄道の話やロケ地などを紹介していければと思ってるよ。チーと一緒にみんなで映画公開50周年を迎える砂の器を盛り上げよう。